ニュメントに座る女性を写した写真。画面を上下に光の筋が走っている。そして後ろの壁には2体の霊が映り込んでいる。壁に開いた穴の柱の部分に、そして石のオブジェの右側に。これらはこの公園で亡くなった方の霊である。投稿者が後日この公園について調べたところ、ここではかつて一家心中事件があったという。その家族がこの世に恨みを残したまま霊魂となってこの公園に漂っている。そしてこの光の筋はカメラを向けられたことに対して警告を発しているのである。この写真は20世紀初頭のものである可能性が高い。というのも、画面左側のわらぶき屋根の下、そこに旧日本軍とおぼしき兵隊の姿が浮かび上がっているからである。海外で戦死した兵隊がはるばる海を渡って無言の帰国を果たしたのかもしれない。この写真は100年ほど前のものであろうが、かつての戦争の傷跡がこうして写真に現れてくることは現在においても少なくないのである。以上、貴重な5枚の写真をご紹介した。しかし、これだけの心霊写真が一人の投稿者から送られてくることは珍しい。投稿者の家系が呪われている恐れもあるため、一度霊媒師に見てもらった方がいいだろう。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が写真に写る妻と一緒にお盆のため実家へ行った際、最寄りの駅の前で撮影した一枚だという。画面中央に立つ女性、その背後のガラス扉の中に明らかに不自然な女性と思われる体がはっきりと映り込んでいる。この時ガラス扉の向こう側に人などはいなかったという。また人にしてはあまりにも不自然な高さに体がある。これは撮影者、すなわち投稿者の男性に関係する例だという。投稿者によると、自分が子供の頃に亡くなった年の離れた姉のような気がするというのだが、何でも当時投稿者の姉はここに写る服と同じようなものを着ていた記憶があるのだという。お盆のために死んだ姉が里帰りをしたのだろうか。投稿者たちが川でカヌーを楽しんだ後に撮ったという写真。駐車している車の上に目を移していただきたい。ここに霊の姿が見て取れる。これは危険な霊である。というのも、このメンバーの誰かについてきているからである。おそらく移動中に何らかの要因でこの霊を引っ張ってきてしまったのだろう。このまま取り付いてしまう可能性がある。投稿者は念のためこの写真を持参してお祓いに行った方が良いだろう。次の写真をご覧いただこう。これはとある
琴と三味線の演奏会を撮影した一枚である。画面下、舞台の下のあたりをご覧いただきたい。柵のあるその向こう側に白い帯状のもやが見て取れる。さらにその先端と思われる部分にうっすらとだが顔のようなものが見える。これは画面右端、壇上の女性の霊体だという。彼女はこの演奏会の直後、舞台袖で倒れ病院へ搬送されたというのだが、そのことと何か関係があるのかもしれない。次の写真をご覧いただこう。とあるピアノ教室で撮影された一枚である。画面左に並ぶ女の子たち、その足のあたりをご注目していただきたい。明らかに足が一本多い。これはおそらく以前このピアノ教室に通っていた女の子の例であると思われる。その子はすでに亡くなっているが、死んでいるという自覚を持たずに今もなおこのピアノ教室をさまよっているのだという。足の伸びているこの赤い服を着た女の子には何かしらの共感を抱いているような節があるので、この女の子は取りつかれないようご注意していただきたい。次の写真をご覧いただこう。これは20年ほど前に投稿者の男性が友達と共に撮影した一枚だという。画面右下、階段の影から明らかに不自然な手の形をした影が伸びてきている。これはこの周辺に漂う浮遊霊の姿で、画面中央の肩車をしている男の子に取り付こうとしているらしい。投稿者によると、この写真が撮影されてから数ヶ月後、この男の子は急に学校に姿を見せなくなったのだという。投稿者はその後、この男の子がどうなったのかわからないというが、彼の安否が不安である。